民党の二階俊博幹事長、そして公明党の井上義久両幹事長は7日午前、東京都内のホテルで会談し、森友学園問題をめぐる財務省の決裁文書書き換え疑惑に関し、8日までに調査結果を報告するよう財務省に求める方針で一致しました。二階幹事長が西村康稔官房副長官と会って直接要請、資料を速やかに国会に提出することも求めました。菅官房長官は記者会見で、国民や国会の理解が得られるよう指摘を踏まえしっかりと対応させたいと述べました。立憲民主党など野党6党は国会対策委員長会談を開き、憲法に基づく国政調査権を行使して財務省に資料提出を要求する立場を改めて確認したということですとなっております。はい、この疑惑というのは、この始まりは3月2日の朝日新聞朝刊一面トップですね。はい、これなんですよね。でね、この後、例によってと言っていいと思いますが、例によって国会がこれをもとに大騒ぎを始めちゃったわけですよ。それで、一昨日でしたか、何でしたっけ、あの人社民党の福島みずほさんと、それから自由党の森友子さんですね、この人たちとあとお2人ぐらいかな、近畿財務局に押しかけていったんですけれども、いや、もうちょっと議事堂の中でちゃんと仕事してよっていう感じがあるんだけどね、ああいうふうにね、議員がこうなんかみんなで、乗り込んでいきますパフォーマンスって、大体意味がないよね、今まで。以前ね、ここに、例のその賭け問題の件をお話しいただくために、萩生田さんにお越しいただいたじゃないですか。あの時萩生田さんもなんか議員たちがみんなでこう首相官邸に乗り込んできてみたいなのあったでしょ。で、首相官邸にはそう簡単に来れませんからみたいな話で、だからもうすべてそのカメラに映ることを意識したパフォーマンスなんですよね。で、今回もまた、その引き金を引いたのは朝日新聞のこの報道なんですね。で、これこれだけ見ればスクープかなというふうに思うんだけれども、このね写真、今回はですよ、この写真載ってるのは、その議員らに開示された文章だということなんですけど、その朝日新聞が言ってるのは、この議員に開示された文章と契約当時の内容が違うと言ってるんですよね。さて、それでね、今ちょっと皆さんね、あんまりこうごまかされちゃいけないんだけれども、今この文書が違いますと言ってる、違う文書が存在したんだと言ってるのは朝日新聞だけなんですよね。で、役所側は、今日これあれですか、結果報告をすると期限がね、いうことで、いろいろごちゃ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 ありましたよ。でも今までのごちゃごちゃちょっとすっきりちょっと横に置いてですね、よく考えてみてください。役所側は文書は一つしかないって言ってるんですよ。で、それでその例の乗り込んでいった森友子さんという人ですね、この人は、いや、一体どれ出すんだろうと、私が持ってるだけでもコピーは3種類あるんだけどってツイートしてるんですよ。だったら出してくださいって話なんだけど、そんな思わせぶりなことをツイートしないで、だったら出しなさいよって話なんだけれどもね、さておきですよ、それは。でもね、3種類あるわけがなくないですか。そうですね。だって決裁文書っていうのは、どっちにしたって原本は一つですよ。そうですね。本来ね。で、2種類あったとした場合ですよ。何が問題なのかっていうと、2種類はないんです。そもそもだから、ここは言葉のね、間違えちゃいけないところで、2種類はないんですよ。1種類しかないでしょ。で、原本なんだから。その原本に何らか手が加えられて、国会議員に開示されたかということを今言ってるわけですね。これは問題なのかってことなんですよ。でしょ？この文書のその重要性とかいろんなことあるけれども、国会議員にね、国会議員全部にですよ、開示をするという場合に、じゃあその文書には、全くその手を加えない生のものを全部出さなきゃいけないのかって、こういう話でもあるわけですね。まずそもそも論としてそこありますよね。で、去年もいろいろこういう話あったんだけれども、あの例の黒塗りのね、文書でなんか国会でこんなビラビラやりながらね、あんまり、森友家系やりすぎて落選しちゃった福島さんにはちょっとかわいそうだけれども、ビラビラやってた。で、そこにそのあたかも、安倍晋三記念小学校というふうに名前が書いてあるっていうことで、言ってみれば印象操作したわけですよね。だけど実際には書いてなかったわけでしょ、であの時も朝日新聞が要するにその籠池さんから聞いたからということで、森友じゃないや、安倍晋三記念小学校と書いてあるかのように記事を書いたわけですね。要するに籠池さんが言ったというふうにしか報じてないと朝日は言うんだけれども、いやいや安倍晋三記念小学校というふうにこう見出しまで打ってね書いてあれば当然そうだろうってことで、もう国会もワイドショーも大騒ぎと、こういうことですね。でもう一つはそのこの番組でも再々言いましたけれども、これも去年の確か5月だったか6月だったかと思いますが、要するにその総理のご意向という、あれも一面トップでしたね、総理のご意向があったような文書が見つかりましたと。でもその文書は周りを暗く落としてあって、でその暗く落としてある部分をよく読むと、いやこうすれば総理のご意向があったように見えるのではないかと書いてあったわけですね。これは賭け問題ですけれども、だからね、2回にわたって去年2回にわたって朝日新聞の、まあこれは誤報と言って私はいいと思うの、誤報というのは要するに間違えたっていうよりも、まあ意図的にですね不適切な報道をしているわけですよね、ミスリードの報道をしているわけですね。この報道によってもうものすごい国会も、空転し混乱し、政局も非常に混乱させられたわけですね。そういう2回のことがあって今回3回目ですよ。でね、朝日新聞をそもそも信用できるのかって話なの。でこの記事もね非常にね要するにこううまく逃げられるように書いてあるというふうにしか読めないんですね。で朝日はこの文章、朝日新聞は文章を確認と書いてあるんですよ。入手とは書いてないんですよ。つまりその文書の写しを入手したとは書いてないんですね。で契約当時の文書と国会議員らに開示した文書は起案日、決裁完了日、番号が同じだと、だから同一のものだろうというふうに言っていて、ともに決裁印が押されていると。でもどっちみちコピーでしょ、だって確認したっていうわけだから、それでその決裁印が押されているとはあるんですけれども、この決裁印がどういうふうな状況で押されたのかというような事情も当然ありますよね。というのはね、例えばですよ、企業とか組織で働いたことのある人だったら分かると思うんだけれども、この決裁ね、例えばその要するに1人が1回でパンと決済するものなのか、あるいは稟議のような形になっているものなのか、稟議のような形になってたりすると、途中でその例えばそのなんていうのかな、本文そのものは変えないんですよ、だけどその何かを付帯して資料としてつけるというようなね、例えば注文がついてですよ、そういうようなこともありうる話なので、まあ別にねその変わってたからそれは大事なのかっていう話でもあるんですよね。それでね、その契約文書の文言で、学園との取引について特例的な内容となるとか、本件の特殊性というふうに表現とあるんですけど、この辺の書き方がね実はとってもよく私わからないんですよね。ちょっと今読んでみますけど、朝日新聞は文書を確認、これでもあるですね、確認したとは書いてないです、確認と。契約当時の文書と国会議員らに開示した文書は起案日、決裁完了日、番号が同じでともに決裁印が押されている。契約当時の文書には学園とどのようなやり取りをしてきたのかを時系列で書いた部分や、学園の要請にどう対応したかを記述した部分があるが、開示文書ではそれらが項目ごとなくなったり一部消えたりしていると。また契約当時の文書では学園との取引について特例的な内容となる、本件の特殊性と表現。財務省は国会で学園との事前の価格交渉を否定し続けているが、学園の提案に応じて鑑定評価を行い価格提示を行うとの記載もあった。開示された文章ではこれらの文言もなくなっているとあるんですね。でね、ちょっとよくわからないんだけど、その要するに決済をされた印鑑が両方押されていてですよ、それでこのよくわかんないのはね、この特例的な内容となるという文言が、これが表現されている。でこれがなくなったって話なんですかね。ちょっとこの文章の書き方が本当にちょっとわかんないんですよ。要するに特例的な書き方となる、本件の特殊性と表現とありますね。そして財務省は国会では、学園との事前の価格交渉を否定し続けたけども、学園の提案に応じて鑑定評価を行い価格提示を行うとの記載もあったと。で開示された文言ではこれらの文言もなくなっているということは、学園の提案に応じて鑑定評価を行ったとか価格提示を行うとの記載、それから特例的な内容、本件の特殊性みたいなことがなくなったって話でしょ。はい、これそんなに問題なの？いや、ちょっとよくわかんないですけど、まあ決裁文書が2種類存在するというのは、まあ、あまりよろしくはないですね。でどちらが本編なんですかねって話なんだけど、それでね、確認したとありますね、はい、朝日新聞が現物持ってるはずはないんですよ、だって現物は役所がしかるべき形で保管をし、はい、そして今その司法のね、資料として提出したと言ってるわけでしょ、ね、まあそれはコピーですよね、はい、だけどコピーである以上、どんな細工もできますよって話じゃないの。この朝日新聞確認したのは、原本確認したんですかってことですよ。そこが私によくわかんないですね。例えばね、この前の籠池さんが、安倍晋三記念小学校って書いたと思うというふうに言った言葉をそのまま信じて書いている。例えばその場で、いや、籠池さん、あなたが書類作成者なんだから、その時の控えありますかと言って控え一部もらってくるっていうことをしてないわけでしょ。で、今回のこれはまた違って、役所が決裁員そのものを押したこの原本っていうのは、まさか、持ってないでしょ、いくらなんでも持ってないってことはコピーを持ってる、もしくはコピーなりなんなりを見たってことですよね、目視した、あるいはその画像に撮ったってことでしょ、でそうなってくると、それは所詮コピーとか写しなんだから、本物だってことはどうして言えるんですかって話なの。あ、確認というでしょ、この確認って言葉ですよ、非常になんかうさんくさいのは。だって現物じゃない以上、ね、って話で、しかも確認としか書いてなくて、例えばコピーを入手したとも書いてないんですよ、変じゃありません？そうですね、でさらにその、まあ、繰り返しになりますけれども、この文言がないことが一体どう問題なんですかって話なんです、その2つの文章ね、でその2つの文章が文言が違ってるってことをそれほど問題にしたいんだったらば、その現物、あるいはそれこそエビデンスですね、それを両方見せてくださいよって話でしかもうないんですよ、で役所の方は、いや1種類しかないって言ってるわけでしょ、すでに、昨日の共同通信の、報道ではそうですよね、だからまあ仮に今日ね、何が出てくるか分かりませんけれども、まず一つはこの朝日新聞が確認したものというのは一体何ですかということがもはや問われませんかという話と、それから次はですね、じゃあこの文言がなくなってたことによってどういう問題があるんですかということなんです、まあ、共産党の議員の方がね、この書き換えが事実なら内閣総辞職に値するっていう迫り方をしてましたけど、どうなんでしょうかねって話なんですよね。でね、ずっと前から言ってるんですけどね、この森友問題のこの土地取引についてですね、まあ不透明なところがあるとおっしゃる、まあそこは分からなくはないですよ、だからこの際ですね、国有地の払い下げについてこれだけ情熱持ってるんだったら徹底的にやってほしい、もうちょっと視野を広げて、わけの分からない国有地の払い下げ、一体これどうしてこんな安い値段で払い下げられてるのっていっぱいありますから、特にね、朝日新聞の社屋の立ってるところも含めてですよ、全部やってほしいですね。ですから、そうすればね、国民の財産というものを国がどのように扱ってきたかということの全容が分かると思いますよ。でこれはね、もっとざっくり言ってしまうと、あそこの土地にはいろんな問題がありました、ここでも書かれているようにね、そのゴミが埋まってると、でそのゴミをその撤去するのにどれぐらいお金がかかるかっていう見積もりが、なかなか立てにくかったわけですね。ですからそういうこともあって、まあ当然籠池さん側としてはできるだけ安く買いたい、で国としてももう条件かなり下げてもいいから手放したかったんですよ、公的にはなかなか使うこと難しい土地ですし、それからあそこにね、以前もその音楽大学が来ると言って結局、まあ話が流れちゃったことがありましたね、ですからあそこに学校が立ってくれれば御の字なんですよ。やっぱりその、まず、飛行場に近くてね、航空機の、要するにルートの下に当たるところでしょ、でなおかつ、そういうゴミが埋まっているという土地そのものがすぐには使えないという状況なんですね、ですからそれを考えると、まあ、もうそのなんていうかな、非常に厳密な何か物差しを当てるというよりは、もう大幅にね、値下げをしてでもとりあえず有効活用してもらいたい、それによって地域も要するに学校が建てば文教地区っていうことも言えるわけですからね、全体として地域のね、価値が上がってくれればいいということだったと思いますよ。でこれはね、その公有地に関しては割合よくあることで、東京都内でも例えば東京都の土地を払い下げるなんていうケースありますよね。そうすると大体その地元との綱引きになるんです。でそこにね、まあそりゃ有力な政治家がいれば、多少は政治家が東京都にもうちょっとなんとかしてよみたいなことを言ってね、いい条件で、地元の業者がこう払い下げ受けたり、そんなことはありますよ。だけどそれを言うんだったら朝日新聞は、ご自身方のその社屋の建ってるところの土地もどういうふうな条件で昔ね、払い下げられたものなのかっていうのも含めて、この国有地全体の払い下げ全体のことを国民に分かりやすくですね、ぜひ解説をしていただきたいというふうに思います。はい。ここで視聴者の方からメールを頂戴してますので読ませていただきますね。はい、有本さん、おはようございます。いつも思うのですが、この手の野党のやってない証拠を出せという悪魔の証明パターンって、政府や与党は何を答えても花から信用してない前提で話が進みますよね。どう返答しても自分たちに都合の悪い返事なら信用しないのであれば、最初から質疑する意味すらないと思うのですが、やってることが国会議員レベルではありませんよね。そんなことは我々一般人でもできますから、彼らは自ら自分たちが給料泥棒だと白状しているようなものですと、高知県の男性の方から頂戴しました。そしてもう一本、文書書き換え自体も現時点では朝日新聞が見ただけの疑惑に過ぎないのですが、なんだか今安倍政権もこれで終わりと、虚像の内閣危機を膨らませることに野党もメディアも躍起になっているような気がしますというね、コメントも頂戴してます。ありがとうございます。そうなんですよね。だから朝日新聞しかこのことを知り得ていないわけですね。だとしたらもうちょっとはっきりと、一体そのどういう文書が2種類存在しているのかっていうね、画像ぐらい出していただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、あるいは画像を持ってないんだったら一体どうやって確認したんですかという話ですね。で私ね、ですからこれはもちろん大いに皮肉で書いたんですけれども、福島みずほさんのツイートにね、私書きました。いや福島先生、ぜひね、そのお願いしたいと。要するに何をお願いしたいかというと、国民としてはですね、もちろんこの確かにね、財務省もこの件言われた時に、その文書の取り扱いにはちょっと問題がありましたね。だからそのいろんな意味で文書の取り扱いに問題があることはちょっとよろしくないけれど、でもこの問題で、あまりにも国会をね、ずっとこう空転させる、ということは私たち国民としては望んでませんから、できたらその重要な事柄ですね、例えば北朝鮮だとか、あるいは憲法の事柄、こういう案件に早く時間を割いていただきたいので、もうこの際ね、朝日新聞にむしろ押しかけていただいて、エビデンス出せと言ってくれませんかと言ったんですよ。そしたらですね、私のこの皮肉のツイートに対してですね、おそらくですから安倍政権大嫌いという人たちでしょうねそのお前はそれでもジャーナリストかと、その政治家にその報道機関に圧力かけろっていうのかという話なんですよ。いやいや、そうじゃなくてね、だってこの問題っていうのは朝日新聞しか知らない問題なんですから、でしょ、それと一体じゃあその、仮にですよ、決裁の過程で文書に部分的に変更が加えられたら、それはどういうふうに問題なのかということも、どうもこの文書だってはっきりしないんですよ。だからそれをもう全容をもっとはっきりしてくださいっていうことは、朝日新聞にしかお願いできないことなんです。ただエビデンスどうってことねえよっていうことを公言する、そんなもんねえよっていうね、あの言葉がやっぱりちょっとこだましますよね。平気でいる新聞社ですからね、政治部の次長でしょ、ですからね、しかもね、朝日には去年2度私たちは不適切な報道でこの問題でね、さんざっぱら私たちの血税を使っている国会を空転させられてるんですよ。ですからそういう意味で3度目がないようにするというのは、むしろね、これはそのジャーナリズムの本当だと思いますね。もう一件メールを頂戴しまして、愛知県にお住まいの方からですね、おはようございます。有本さんの解説は本当に分かりやすいです。森友問題ですが、国会議員は国を動かしていく立場のはずなのにたかが一新聞に昨年に続き振り回されている野党にプライドなどはないのかと、新聞より先に問題提供できないのかと考えてしまいますという、ちょっとね、ため息混じり気味のメールもね。朝日新聞さんはね、その国有地も減らい下げ問題にそれほど興味があるんであれば、ぜひご自身のところの社屋の建っているところの土地の払い制から全部掘り出してほしいと思うけれども、国会議員の皆様にお願いしたいのは、ここの国有地の払い下げの問題、そんなに気になるんだったら、隣の野田中央公園のことも含めて、野党の皆さん方、はっきりさせてくださいと、じゃあ、あの土地の払い下げはどうだったんですかってことなんですよ。あれだって大幅にね、要するに言ってみれば値下げをされて、相手は自治体ですけれどもね、売られてるわけですよね。売られてるというよりもあれは補助金が入れられてるわけですね。ですから事実上それだけの値下げがあったというのと同じなんですけれども、そこはどうなんですかと、あの不適切な条件はじゃあ一体不適切なっていうかわからないけど、朝日新聞的に言えばですよ、不適切と疑われる、その条件は一体誰に忖度して出たものなんですかと、地続きなんですから、隣なんですからね、そこをちゃんと、はっきりさせてほしいですね、もういざとなったらば。そうするとね、あの土地、要するにあの土地っていうか、あそこ周辺の土地ですよ、あの周辺の土地の状況ってものはもっとはっきりすると思います。ね、ですから、もうこの際ですから、ちょっともうその森友学園の小学校が建つはずだった土地のこの狭いところのことだけずっと言ってないで、せめて隣ぐらいまでは視野を広げていただきたいというふうに思いますね。野田中央公園まで視野を広げていただくと、この辺りの土地というのを、政府としてはなんとか有効活用してもらうように手放したかったんだという意向は分かる。でそこで大幅なやっぱり値下げというか、相手にとっていい条件。これを出すということは必要だったかもしれない。しかし私はね、これ結構早い段階からね、あそこの土地は結構大変な土地ですよというふうにこの番組でも申し上げてきたんだけど、ある不動産関係の人は、あれでも高い買い物だったかもしれないよって言ってたんですよ。籠池さんは、そういうふうに言ってましたよ。つまりあれ本当にその土地からね、ゴミを掘り出すってことになったらば、もっとかかるかもしれないと。言ってたんですよ。だからそれぐらいのところではあるんですよ。そういう意味じゃね、ちょっともっといけたかもしれないのにっていうことを言ってたんで、じゃあちょっと騙されたみたいな感じをその時は持ってましたね。で、ああいうその補助金詐欺的なものでね、籠池さんが逮捕されるというふうにはその時は思ってませんでしたから、ちょっとそこは気の毒にねというふうにまず思った。それからもう一つはね、やっぱりあの騒ぎっていうのは一体どうやって起きたかっていうと、2月9日にですね、これは第一報を去年打ってるんですね、この森友学園の問題。で、これはそもそも地元の、この豊中のですね、市議会議員が、この小学校が建つことについて騒ぎ始めるわけですよ。それなんで騒ぎ始めたかっていうと、この人はっきり言ってるんですけど、この人は言ってみれば、我々から見ればですね、極左的な思想の持ち主で、彼から見るとこの極右幼稚園の経営する小学校が自分の地元に立つというのは許せんと、だからこれ問題にしたと言ってるんですよね。だからね、要するにそういうイデオロギー的なことで騒ぎ始めた問題なんです。でかつ、よく皆さん思い出していただきたいんだけど、私去年の2月と3月この件でも民放のね地上波のワイドショー出ましたけど、その時安倍総理とあるいは安倍夫妻とこの森友学園が非常に近いということをアピールしてましたね、ワイドショーが盛んに。で昭恵さんの映像やなんかも使ってたんだけど、その時にね、安倍総理との近さということをアピールすると同時に、この幼稚園は極右なんだってことをすごく言ってました。思想的に偏りのある幼稚園なんだと。大体その教育直後を子供に暗唱させるなんてね、だとか、そういうことであったかもそれを小馬鹿にするようなことを、私の出た番組ではそれは私が出てる時はそれほどなかったんだけど、言ってる番組たくさんありましたよ。ちょっと異様な教育環境だっていうようなしてたでしょ。論評をしてましたよね。してましたよね。それでそういう異様な教育環境だっていうような論評を全国ネットのワイドショーでガンガン流すもんだから、子どもたちは普通に投稿できなくなっちゃったんですよ。ですからその点、しかもね、その入学を予定してた子どもたちも当然ね、やめようって人は出てくるわけじゃないですか。で、まあもちろんね、その籠池さんは実際にはその財政上問題があったから、果たして小学校を運営できたかどうかわからないし、非常に問題のあるお金の集め方をしてましたよ。だから当然成り立たなかったんだけど、その時はそんなことは分かってなくて、いや私はこれは大変なこの学校法人に対する営業妨害をやってるなと。このテレビと国会がね、はい、こんなことやっていいのという点では、まあ、籠池さんも気の毒にというふうに最初は思いましたよ。だって営業妨害させられてね、しかも土地はひょっとしたらもっと値下げをしてもらえたかもしれないのにみたいな感じでね、これはちょっと二重に気の毒だねというふうにその時点では思ってましたよ。だからね、その私立の幼稚園や学校である以上、まあ極端な話、公序良俗に反しなければどんな教育方針だって別に構わないわけですよ。ね、だからそれがね、その日本の伝統的なことを大事にしようというような形で、まあ、そういう学校があったっていいしね、全くそうじゃない学校があったっていいわけですけれど、それをあんなふうにね、そのテレビでガンガン連日取り上げて臨時状態にしてですよ。そして子どもたちはまあ、幼稚園の方も登園ができなくなっちゃったんですね。で、どういう状況だったかというと、まあ、バスはありますね。バス降りてからその、まあ、幼稚園まで行く、この間を顔出して歩けない。それは何でかというと、一つはマスコミが押しかけてるから、でカメラ持って追いかけられたりして子供が怖がっちゃってるということで、子供たちがこうやってまるで犯罪者みたいに。こう布というか毛布みたいなのかけて、それで行くんですよ。こんな気の毒なかわいそうなことないでしょ。そうですよね。で、幼稚園のその卒園式をやるのに、まあやっぱりそこへもおそらくメディアが来るだろうと、カメラ持ってということで、そこへボランティアをまあ申し出た人たちがいてね、でその一人の人から私も連絡もらいましたけれども、その人たちはね、要するにその子どもたちの登園をサポートするボランティアということで、子どもたちが怖がらないように、またほら知らないおじさんおばさんが行ったら怖がるでしょ、怖がらないようにって言って着ぐるみを着て、それでその子どもたちをこう隠しながら登園させたっていうボランティアをした人たちもいるんですよ。そこまで、はい、そんなこと皆さんもうお忘れでしょうけれども、1年前ワイドショーはそうやってね、まあ、子どもたちに対する人権侵害みたいなことまでやってたんですよ。でその、まあ、引き金を引いたのもやっぱり新聞なんですね。朝日新聞。ですからね、私はやっぱりね、そのまあこういうね、どなたかおっしゃってましたけれども、そのまあ疑いがあるある詐欺的な、よくわからないね。だからその昔から火のないところに煙は立たないっていう言葉が日本にあるもんだから、煙を立てちゃえば火はあるだろってことでずっと追求できると、こういうことをやるわけですよ。それはもういい加減やめた方がいいんじゃないのかな。だってそれ散々やった挙句が。支持率ゼロでしょ、でとか落選でしょ、でまあ、この去年、盛りかけ問題を非常に熱心にやった元議員さんたちはね、大方は落選してるか、小選挙区で負けて比例でなんとか復活してきてるかっていう人が大半なんですけど、まあ、ご自分たちの支持を、ね、決して上げませんから。もう本堂に戻りませんかというふうに、福島みずほさんにも森裕子さんにもお願いしたいですね。でどう考えたって決裁文書というのは原本は一つしかないはずですよ。それが仮にですよ、途中で書き換えが何らかの事情であったとしても原本は一つです。そこみんな誤解させられちゃいけません。朝日新聞が確認したというものがもし仮に2種類あったとすると、一つは偽物であるという可能性があるし、あるいは一つはそのまあそうだな、私たちの業界で言えばゲラみたいなもんで途中のね、途中段階のものということもできるし、あるいはその決済の過程において何らかの事情でまあ多少のね文言の変更ということはあり得るのかもしれない。その度合いにはもちろんよるんでしょうし、事情によるんでしょうけれどもね。で最初はその非常に悪質な改ざんということが疑われて、それだったら刑事罰に問われるということもあり得ると言ってたんですけれども、どうもそうじゃないでしょということですよね。だけどもういい加減ね、あんまりこういうことで時間を使っちゃいけませんし、虎ノ門ニュースもあんまりこういうことで時間使っちゃ本当はいけないのかもしれませんね。ですからもうね、その内閣総辞職に値するって言った議員の方が1年間もこんなお話を国会で審議させられって言ってましたよね。させられって。いやいや、させられてないですよって。ね、したのはあなた方なんじゃないですか。そうですよ。どうしてこうね、気がついたら受動体になってるんですかね。ね、いつも受け身系ですよね。受け身系。いや、あなた方が能動体のはず。そうなのよね。ね、自分たちでやってみながらね、森友の話でずっと1年やったのはあなた方のはずだと思うんですけど。そこら辺のすり替えも見事ですよね。ね、で私はねやっぱりねもうダメだと思うのはね、何回も言ってんですけど、私ツイッターにも書きましたよ。もうね野党の方たちあるいは一部マスコミの人たち本気で当確運動やりたいんだったらば、教えますから、攻め口をそこじゃありませんからってことです。もうそんなことやったって無駄。いっぱいあるから、攻め口はまとめてね、まとめて政策アドバイザーこちらにいらっしゃいますから、そうね、別にあの人たちの政策どの党でももういいです。政策アドバイザーをねやりたいわけでも、私別に当確運動を指揮したいわけでもないですよ。あれもそうからすればクライアントに襟好みはありませんよね。まあ襟好みはまあないわけでもないんですけど、いやこれはねですからやっぱりねあまりにもだらしがない本当にということですね。まあね、ゼロ回答って言ってますけど、本当にゼロ回答だろう。総辞職とか言ってるからさ、じゃあもう一回解散を打たれたらどうするんですか。